絶対やんねえわ。もうプレゼンター作るのめっちゃ大変だったんですから、全然もうめっちゃ時間かかった。あれ20時間ぐらいかかったんじゃないかな。めっちゃ大変だった。だって編曲も替え歌もやってますからね。完全に大変だったわ。で、動画のあれも結構こだわって PV みたいなのした。ちなみに一番こだわったのは、あの東方伝影っていうあのサムネです。あのサムネめっちゃ頑張りました。いやー、バズりませんでしたね。いや、僕も今頃もう完全にもう、あの、10万再生ぐらいって、で、1万リツイートぐらいって、おやすみ。ありがとうございます。肘が入ってるな。いた。なんだ。1万リツイートぐらいって、で、もう完全にバズって、もう YouTuber になる決意を固める。そんなタイミングだと思ってたわ、俺も完全に。全然バズらん。今の時点で多分60いいねぐらい。いや、どうやったの？あ、届く。いや、どうやったらバズるのかな。やっぱ Twitter フォロー企画みたいなところやってるのかな。やっぱリツイートしてくれた人、リツイートしてくれた人、よし、いいね。ツイッターフォローして、で、プリテンのやつリツイートしてくれた人、フォローバしますわ、完全に。今日一日、この動画上がった一日間も、フォローするわ、全員。で、今までリツイートしてくれた人も全員フォローするわ、お前。全員フォローするわ。頼んだ、リツイートしてくれ。あれ、バズると信じてる。いや、まあ、多分バズらないんだけど。いやー、辛いな。難しいな、YouTube っていうのは。YouTube 実況者っていうのは難しいな。やっぱ、ポイキング一匹で、コイン一匹でクリアするぐらいやんないとダメなのかな。よし、さあ、こい。いや、絶対こいつ取れ高にするから、絶対取れ高にするから。もうやんねえわっていうのを取るためだけに、取れ高のあるのを今日ピップ潜ってるんで、取れ高取らないといけない。やんねえわってやつのもう10戦ぐらいやんねえわっていうの作ってるわ。狙そう。こい！いやぁ！いや、もう終わりたい、もう終わりたい。もう正直、決めたい。いやぁ、いいパーセントだからな、外に出すのつらい。いやぁ、とりあえず気持ちいいの1個決めて、気持ちいいの1個決めて、皆さんにバズらせてもらうと。なんだバズって。おやすみもう肘がぶっ壊れたんじゃないかな。もう肘に2回ぐらい眠り入れてるでしょ、これ。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。俺がいい転がれない。ありがとうございます。灼熱分かってんすけどね。分かってんすけどね、やっちゃダメなのは。でもやっぱり気持ちよさには抗えない。抗えない。それが、ドラッグというものであります。よっしゃ。わーし、おやすみ。若年2回始めました。おやすみと。弱年、ダウン連は弱2回の方が多分いいということに最近気づきました。ああ、なんか。歌うがね、弱連一発だと、弱一発だとね、外した時のリスクがでかいんで、やっぱ弱2回の方がいいということに気づきました。というかやり方知らなかっただけなんですけどね。昔やってなかったの。おっしゃ。はい、じゃあここもな。どうしようかな。まあ、まだ、楽しみたい。空へ眠るでもよかったんですけどね。なあ、だから。でも、竜巻旋風脚眠るのもね、やり飽きた。やり飽きた。ので、昇竜拳眠るでも。来い！集中。来い！ああ、ダメか。ああ、ありがとう。灼熱。
灼熱眠れね。ありがとうございました。まだまだ引き出しありそうですね、リュウさんも。ありがとうございました。灼熱。あ、マリオさん、ジャスカだと。マリオさんですね、気を取り直してやっていきましょう。なんか上手い気がすんな。開幕叩く、バレてるもんな。開幕お願い転がるか叩くぐらいしかやってねえもんな、俺自身も。よいしょ。よいしょ。逆って左バントだわ。やりやがる。マリオ苦手なんですよね。この、転がるをファイヤーボールで、こい。うん、なんか。ファイヤーボールで、よく飛ぶ。処方されてしまうんがね、ちょっと厳しい。よし、あ、誰か早い。後隙もね。お手軽スマッシュ。よっしゃ。しょ。あ、誰か。なんだ今。なんだ今の。時間は。あ、強い。早い。早すぎます。何振りこれ。謎の軌道のものが。今のも絶対ウエスマ、ガーキャンウエスマで知るもんな。早すぎ。あめぇ。あー、空骨えぇ。よいしょ。だるいな、だるいな。一気やられるとね、プリン結構厳しい。あー、マリオコンボ、お手軽。あー、死にたくねえ。こっち。どこに行こうというのかね。うわぁ来い。よっしゃぁ、空母の勝ちだ。見たか、ジャックナイフと呼ばれたプリンちゃんの空母の切れ味を。切れたナイフと言われた。切れたナイフって。よし、こっちもじゃ、うわぁ、かっこいいな。勝てる気しねえぜ。勝てんぜ、お前には。ってご飯ちゃんが言ってます。心の中のご飯ちゃんが。言ってます。ジャスガ対決、ジャスガ対決な。そんなのはジャスガしたくない。危ない。死ぬかな。まだ上様一発なら耐えれる説。横スマ、上様一発も厳しいな。助けて実況してらんねえ。よし、勝負だ。中目。ありがとうございました。ジャックナイフ。空母という名のジャックナイフ。待ってました。お願い、転がる。よーし、当たったな。お、長谷川真理子の歌じゃん。いい歌が。いやー、これは64のスマブラを彷彿させるような。いいステージですね。ちなみに、僕のスマブラでは大嫌いでしたかね、このステージ。やば。おやすみ。あー、ダメかー。空上眠るやろうと思ったんですけどね。空上眠る違うな。空上眠るじゃない。上投げ空上眠る。あ、いいね。弱連2回始めました。いやー、弱連2回強いな。これは、死ぬでしょ。よーしよしよし。やっぱ弱一発入った分、パーセントが多少増える。助けて。フリーなら。いけ、無理。よーし、生きるという強い意志を持った。武装連機。よっしゃ。待て。よし。いいパーセントだ。最後はどうやって。あぶねえ。あとちょっとで、ね。スーパーマンの餌食だったわ。とりあえず外に出したい感じはある。さあ。うん、ダメだな。これはダメ。俺が言ったわ。来い。あー、おめでとう。ありがとうございました。気持ちいい。ありがとうございました。崖外眠るめっちゃ強いっていうことが分かってきた。また解説動画出したい。ありがとうございました。眠いかすやすやぐらい、それじゃ
また一つ。